はい、どうもマキリナでございます。今ねデスクトップのキャプチャーしてる状態を見ていただいております。前やりましたね、こういうのね。デジカムコントロールっていうねソフトがありまして、そちらで今ニコン DF をつないでね動画にしております。ちょっと立ち上げますとこういう感じですね。で今日はね雑談みたいな感じでねいろいろ話していきたいなと思うんですけど、一応ねお話が3つぐらいありまして、で1つ目はですね、前アンケート取りました効き目の話がありましたね。であれの結果なんですけど、ちょっと出してみますとね、でこちらがね結果になってます。でね、グッドボタンが178のバッドボタンが143になってましてね、確かね、これグッドボタンが左目利きの人、バッドボタンがね、右目利きの人でアンケートを取ったんですよ。で、確かね、日本人はというか、人間は、数的に多いのは右目利きが多いですよっていう話だったんですけど、これちょっと逆転してましてね。で、もっと言うと、バッドボタンを押したかった人が多分いると思うので、それでまあ数が増えてるとこもあるし、まあグッドボタンもあるかな。うん。で、それを考えたにしてもね、そういう数を入れたにしても、この比率はちょっとおかしいですよね。まあ考えたり調べたりしたんですけどね。実はその利き目がですね、もともと右利き目やのに、その右利きを使いすぎてですね、使いすぎて、右目の視力が落ちてきてね、左目利きになってる人がいるらしいんですよ。でもしかしたら私もそうかなと思いつつもね、私はつい最近までね、1.5 と 2.0 っていうね、視力を誇ってましたので、まあそれはないかなと思うんですけど、まあそういう感じでね、まあ乱視が入ったりとかして、まあ右目が見にくくなってきた人が左目利きになっていった人もいるらしいんで、まあでも比率的にはね、ちょっとおかしいですけど、左目が意外に多いのにびっくりしましてね。ああ、みんな結構左目で見てんねんなと思ったんですよ。で、まあ、喜んでるのとですね、あとね、左目やけど右にスイッチさせたというか、矯正したっていう方が結構いらっしゃったんですよ。で、このアンケートをもとにですね、私ももっぺんちょっと鍛え直そうかなと思ってね。それでね、出てくるカメラがこちら。前回か前々回かな、紹介しました XT1 のカメラですね。今これも新型 XT2 が出てますけど、このカメラのね、ちょっと利点がね、もう一個出てきまして、今のその視界の話なんですけどね、練習するにはもってこいなんですよ。っていうのは、EVF って液晶画面なんですよね。暗めの情報をね、左から入れても、右目に入ってくるのは液晶画面なので、一定の明るさ、まあ明るい情報が入ってくるんですよ。だからね、こっちの方の、右の方の情報がね、多く入ってくる。で、これじゃなくて、普通の OVF で覗くと、やっぱりね、左目利きなんで、こう覗くとね、こっちばっかり、映るんですよ。頭の中に映像がね。で、でもこれは、明るいんで、ね、右が明るくなるんで、右ばっかり入ってくるんですよ。そやからね、練習するにはこの EVF っていうのはね、結構持ってこいやなっていうのを感じましたね。これでだいぶ私もね、矯正されてきました。でも今でもね、やっぱ遠いところの鳥を狙うときは、やっちゃうんですよ、こうやって。結構近いところはね、これぐらいでいけるんですけど、右でいけるんですけど、やっぱ遠くて、あれどれなってんのっていうのを狙うときは、やっぱりね、左を頼っちゃうところがあるので、まあその辺はしゃあないですね。視力とかもありますからね。まあしゃあないかなと思うんですけど。っていう話ですね、一つ目は。だから効き目は私左ですけど、やっぱりね、右がいいかなと思うんで、ちょっとずつですね、矯正しながら、オートフォーカスじゃなくてマニュアルフォーカスのレンズでも、右目で追い込めるように練習しようかなと思ってね、もっぺんやり始めてるところですね。で、ちょっと私のお顔をね、一旦消しまして、で、今何をしているかというと、キャプチャー NXD っていうニコンのね、ソフトを立ち上げてます。で、オールドレンズをずっと使ってる方、私も特にですけど、色修差がね、問題になってきますよね。で、このソフトで除去できるっていうのを私知らんかってね、最近知ったんですよ。で、もし知らん方がいらっしゃったらと思ってね、このソフトはタダですのでね、ダウンロードしてもらって、で、この右側にね、カメラとレンズの補正っていうのがあるんですよ、これね。これ。あって、これを押すと出てきましてね。で、ここの、軸上色修者補正、何も下回ってないじゃない。諸見里みたいにこう滑舌悪すぎるんですけど、これをチェック入れてもらってね、ここでこうゲージをねマックスまで上げてもらったら、フリンジが消えますっていうのをね発見しましてね。まあ今更なんですけど、
もし分からへん方、もし知らん方がいらっしゃったらと思ってね、一応喋ってるんですけどね。一応これをマックスにして、操作するとどういう風になるかっていうとね、これが一応ね、触った後の写真と、まあ比較するためにね、横に並べております。で、左側、これセミですね、アブラゼミなんですけど、左側が、まあフリンジが出てる状態ですね、赤くなってますよね。ほんで、右側が除去した状態ね、こういう状態です。まあ、これは他にもちょこっと触ってますけど、まあでも大体こんな感じ。さっきのマックスに100にしただけで、こんだけ変わるんですよ。全然ちゃいますよね。まあちょっと残ってるかなと思うんですけど、こんだけ消えたらもう十分やな、という感じなんですよ。で、もう一個、もう二つぐらいのお見せすると、これ、これ小雨ビタキやと思うんですけどね。こいつの、やっぱこういう鳥のね、こう逆光といいますか、光が当たったところの縁が全部こうなるんですよね。うん、出ちゃうんで、で、右側がね、この除去された内容ですわ。こんだけ取れたらいいと思いますね。もう十分やと思いますわ。で、もう一個見せると、これ結構ひどかったのでね、ちょっと拡大するとね、トンボが止まってたんで、まあ写真撮ったんですけど、なんでしょうね、枝にクモの巣が張ってたんでしょうね。で、こうちょっと膜張ってるみたいなのが枝になってるんですけどね。まあ、トンボの羽から、これ枝からがね、こんな色あったんかなって思ってしもたんやけど、ちゃうんですよ。フリンジやったんですよね。で、除去すると、こういう感じ。これが元の色ですね。ああ、こういう感じですね。大体こういう感じでした。で、まあ、尻尾はもともと赤いトンボやったんで、こういう感じで除去できますよ、ということが分かったので、ああ、使えるな、という感じです。で、私普段はね、ピカサっていう、Google やったかな。のソフトというかね、まあ、写真を閲覧するソフトにちょこっと編集機能がついてるんですよ。もうそれでも普通にカチ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 ってちょっとなんかこうオートボタンをピンピンピンって3つら押して終わりなんですよ。で、まあそれをするとちょっと暗いとこが明るくなったりとかですね、色がおかしいとかちょっとだけ直ったりするぐらいでね、そんなむちゃくちゃ触ってないんですけど、まあ触るとしたらそこぐらいで、例えば、ロー写真からですね、ああいう風にこう、いろいろこう、触ったりしてね、編集することがないんですよ。で、なかったんですけど、さっきのフリンジはやっぱさすがにね、ない方がいいんで、使えるなっていう風に感じたので、これからああいう風にね、編集していこうかなと思っております。で、まあ、オールドレンズが特にね、ああいうのが出てくるんですけど、オールドレンズから、例えば ED レンズがね、変わっていくと、その辺の、まあ、周差がね、少なくなってきますよね。で、今で言うとナノクリスタル光とかな、になると、それももっともっとこうね、周差がなくなったようなレンズになってるんで、まあ出にくくはなってるんですよね。でも逆光でするしたり、もう光の当て具合によってはね、やっぱり望遠なんか特に出てくるんで、さっきのソフトがね、使えるんじゃないかなと思います。今ちょっとね、DF の電池が切れましたので、今7100で撮っております。で、皆さんがね、休みの日にですよ、被写体として何を撮りに行ってますかっていうのを聞きたかったんですよね。で、月曜日から金曜日まで、平日はね、みんな仕事があったりとか、学生がね、勉強があったりとかすると思うんですよね。で、それ以外の、例えば土日に、じゃあ何を撮りに行ってるのっていうのを聞きたかったんですよ。で、私は野鳥が好きで仕方ないわけでもないんですよね、実はね。で、カワセミが好きで仕方がないからこうやってるんじゃなくて、たまたま私がいる場所は、そういう野鳥に溢れた場所にね、家があってですね、で、胴体を抑えるには野鳥が楽しいなということでやってるんですよ。で、例えば近くに飛行場があればですよ、空港があれば、おそらくね、飛行機を取りに行ってると思うんですよ。で、まあ、例えばサーキットがあるとすれば、車を取りに行ってるといった感じで、被写体はね、その場所場所によって私は変えてると思うんですよね。で、それはまあ胴体というのは多分同じやと思うんです。同じやと思うんですけど、まあ目的は変わってたかなと思うんですよね。っていう感じで私はね、わかりやすく胴体を抑えに行ってるんですけど、それ以外のね、写真を趣味としてる方は、普段土日の休みの日に何を撮りに行ってるのかっていうのを聞きたかったんですよ。で、例えば花とかね、まあ景色とか、まあちょっとまあ小旅行で観光行ったりとかっていうのもいいですけど、備えにないですよね。で、毎週出て行って遠出するわけにいかへんから、まあ言うたら家の中か家の周りかで何かをしようとしますよね。写真を撮ろうとするのにどうしてんねやろなと思ってたんですよ、ずっと。
で何ヶ月か1回に、今回の企画みたいな感じでねやると、まあその間にどっか行きますもんね。でどっか行ったりとか、特別な日に写真を撮ったりとかするんで、まあ、それはイメージ湧くんですけど、じゃあ普段ね、ほんまに普段はどんなところで写真を撮ってんねやろっていうのを教えてほしかったんですよね。っていうのがあって、まあ、今回ねコメント欄にちょっとできたら書いてほしいなと思ってるところなんですけどね。で今回コメントいただいてですね、私も野鳥以外に、あ、例えばそういうことがあんねんなっていうのが一つでも二つでも分かればまた楽しみが増えるかなと思ってね、そういう情報のために皆さんにねちょっと一遍聞いてみたいなと思って今聞いております。もしよかったらねコメント欄の方にね書いてください。あとそれとね、企画の今のね聴衆状況をね説明しますと、今9月の17日の土曜日ね、今8時にね撮影してるんですけどね、この段階で今33人か4人の方がね送られてきております。いやーでもね、いややめておきますね、内容は言いませんけどね、すごい感動しております。今までもなくて、もう夏らしい写真がね結構来てますので、あーすげーなーってちょっとね、私もこう企画を上げときながらほんまに申し訳ないなと思ってね、私ヘボヘボやのにみんなこんだけ素晴らしい写真撮ってるっていうのがね分かったので、ほんまに撮りばっかり撮っとばいちゃうなーと思いながらね、写真を見ておりましたので、まだちょっとね日にちあります。まあこれアップロードするのは今日中か明日18日かな、なのであと1日2日あるんかな、20日までね、9月の20日中までありますので、もうちょっとね送っていただけたらと思います。はい、という感じでね、ちょっと今日長くなりましたけど3つお話しましたね。効き目の話ですね、なんか忘れてきたのかな、効き目の話とパープルフリンジのね、解消する方法と、そしてみんな被写体どうしてますかよね、写真撮るためには被写体皆さんどうしてますかっていう話とっていう話ですね、この3つをさせていただきました。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。